シャックです。マッツンです。今日のテーマは守備で過小評価されてる選手は誰だ。聞いた。最優秀守備選手賞言えたな。ちゃんと噛まずに言えました。はい、今シーズンのね、最優秀ディフェンシブプレイヤーオブザイヤーといえばね、ベン・シモンズ、ルディ・ゴベア、バム・アデバヨとかいろいろ。あとは俺かな。お前ちゃうわっていう感じで上がってんねんけれども、話題にならへんところでやっぱいいディフェンダーっていうのはいっぱいおるわけよ。まあまあまあ、もう地元でブイブイ言わしたやつらの集合よ。なのでね、今日は海外メディアからも取り上げられてたんけれども、うん、ディフェンスで過小評価されてる選手話していきたいなと思ってますんで、今日皆さんぜひ最後までご覧いただいて、高評価ボタンポチッと押していただいて、まだの方はチャンネル登録してていただけると嬉しいです。嬉しいです。それでは行きましょう。選手紹介する前に、ディフェンスが上手い選手において外せへん指標が、実はディフェンシブウィンシェアーズ。何やねんそれ。ディフェンシブウィンシェアーズやと、はい、簡単に言うと、その選手が守備力だけでチームにもたらす勝利数のこと。そんなん出せんの？そう。どういう式なん？すごい複雑な数字やからちょっと置いておかないけども攻撃なしで守備だけで何試合その選手が勝利に貢献できるかっていう。それ点数になるの？一試合分みたいな話になる。ポイントで出るの？ポイントではなくて、その試合数。なんかつまり、うん、ある選手がその試合に出てたら、一試合多く勝てるよみたいな。ああ、その82試合あるうちの一試合は勝利になってますよってこと？そう。ああ、なるほど。じゃあそれが5とかやったら5勝してるからすげえいいってことだ。だからすごいよ。なるほどな。1とかだけでもやっぱ十分すごいわけよ。1がもうすごいの？そう。基本もうみんなマイナスな選手が多いやん。だって守備だけやからね。得点なしってことやん。そう。あ、そっか。っていう実はディフェンシブウィンシェアっていう概念があって。ほな、1がもう結構高め？ 1 でも十分いい。うん。で、この指標を俺もそんなに最初知らなくて調べてたんけども、分からへん中で、いつも見ていただいてるカハイさんに。っていうファンの方に教えていただいて。カハイさん。はい。ありがとうございます。はい。なのでね、今からディフェンシブウィンシェアーズっていうのもちょっと頭にね、入れながら聞いていただけたらなと思います。1人目！ラリー・ナンス・ジュニア。もう名前は知ってるよ俺。有名やからね。名前はついていけてる。ラリーナンスはね、これまで父親譲りの跳躍力を生かしたダンク。お父さんも NBA 選手？そうとか、最近ならクラッチでね、スリー決めてたりとか、オフェンスでね、活躍すること多いねんけど、意外とディフェンス話を聞くことはないんだ。ただ彼の今季のディフェンシブウィンシェアはリーグ19の 1.3。 もうすごい。1ですごいだな、超えてきたよ。そう、つまり 1.3 ゲーム彼が守備だけしてるだけで勝つっていう。すごいな。守備だけで勝つ、かっこええな。かっこいいやんかっこええ。そうで、試合見てると彼はね、ストレッチビッグではあんねんけども、相手のガードにもつけるし、ディフェレクションもうまいっていうところもあって、ただなかなか彼はね、話題に上がることが少ない俺としても過小評価されてる選手一人かなと思ってます。今回これ全部見たらね、選手見る目変わってくるね。はい、ぜひね、ラリーナンス・ジュニアね、ちょっと注目して見てってほしいなと思います。2人目、ヤコブ・ポートル。おお、ヤコブさん。ポポビッチが好きそうなビッグマンの一人で、ポポビのお気に入りですよ。そう、堅実なハードワークで、俺もね、本当に好きな選手の一人。そもそも彼はね、今季ブロックでは1試合平均1.8 回やってて、もうええやんええやん。これリーグ7位、上の方やね。そうで、リムプロテクターとしてはやっぱリーグ屈指になってきたっていうところと、今シーズンやっぱスパーズの、ね、スタメン定着したっていうところがあって、うん、あの今までね、ダンカン、オールドリッチ、その次の枠をね、彼は別にエースではないし、ね、オールスターにならへんと思うねんけども、やっぱ縁の下の力持ち的な役割として今後もね、スパーズで重宝され続けてくる選手の一人。大事や。はい。なんでね、俺もね、ポートルめちゃくちゃ好きなんで、皆さんスパーズで今やっぱデローザンとか注目集まりがちやねんけれども、うん、ポートルの守備にね、皆さんぜひね、注目してってもらいたいなと思ってます。ポポビ見とれてるからね、これ。見とれてんのかどうなのか。ええ、それ疲れてるやろ3人目、フレッド・バンブリード。おお、もうこれでももうみんな知ってんじゃん。だけどバンブリードやっぱオフェンスのイメージが強いやん。得点すげえ取ったもんな。実際今シーズンはキャリアハイの 19.2 ポイント。いい働きやねんけれども、彼のね、やっぱディフェンスっていうところに改めて皆さん注目していただきたくて。905から叩き上げですから。ほんまそうやね。叩き上げ選手、みんなやっぱディフェンス上手いですから。まあ、みんなそっから入んやろうね。そう。実際に相手をノックダウンできる対人ディフェンダーの一人。彼の平均スティール数は、1試合平均 1.7 スティール。すごい。1出たら多い方やぞ、スティール方。そう。しかもこれリーグ6番目に高い数字やからね。ほほ、やばいね。スティールだけ見ると、ベン・シモンズよりも多い。ほほほほ、それすごいね。これすごいよね。そして、ディフレクション。ディフレクションって、その、相手のボールをカットしようと思ってボールに触った回数やね。はいはいはい。うん、やねんけども、なんと今季から 3.9 回やって、これリーグトップやから。すげえやん。なんでこの写真なん。いや、なんかスティールならんかった。さってやつ、ね、そう、リフレクションやからね。リフレクションちょっと持ってきましたけども、はい、彼はね、確かディフェンスうまいと言われてんねんけれども、スティールもディフレクションの数もやっぱリーグ屈指なんで、うん、そう見るとやっぱ過小評価されてる選手の一人なんかなというところで。みんな見て。はい、
このね、バンブリート紹介させてもらいました。4人目マイク・コンリー。おー、もうこの人トータルで過小評価されてない。トータルでしゃべってる。かわいそうやわ。ジャズのね、ディフェンスの中心はゴベアねんけども、これコンリーがいいの成り立たないっていうこともある。みんなジャズはゴベアやーってなってるけどね。うん。ディフェンスではむしろコンリーが外を守れるからこそ中のゴベアが生きるっていうのもある。外を殺してるからとどめをゴベアが刺してる。そう、今シーズンのねジャズがなんで好調なのかっていうのは別動画で語ってる。それまだの方はねぜひ見てほしいんだけども、彼の今季のスティール数は1試合平均 1.4 回。おいいね。うん、毎試合平均して1回以上ね安定してスティールを取るっていうところと、やっぱ彼のオフボールでの動きも素晴らしい。ディフェンシブウィンシェアは今シーズン 1.6。お、来た。さっきが 1.3 やん。すごいやん。そうな、守備だけでも十分チームの勝利に貢献できるっていうのがデータからも裏付けられてる。いや、守備だけやからね。そう。頭おかしいね。ボクシングで言ったら避けてるだけで勝ってます、ね。避けてるだけで勝ってる。あ、頭おかしいよな。避けてるだけで削って相手ヘルヘルだ。そうそう、相手バテて KO。すごいよ。っていうね、なんで、マイク・コンリーの皆さん守備にもね、ぜひ注目していただきたいです。5人目カイル・クズマ。来た来た、クズマさん。いや、クズ吉もね、やっぱ過小評価されてる選手かなと。対人ディフェンダーとしてもね、ワンノーワンでちゃんと相手マークできるっていうところもあるし、スイッチもね、結構上手いの、試合見てると。お、空気読んで動けると。実際試合見てると、彼自身のディフェンシブレーティングは 105.4 ポイントで、チームの中で上から数えた方が高いし、アンソニー・デイビスよりも実はディフェンシブレーティング的にはいいよね。あ、そうなん、うん、へぇ。クズマはね、いろいろ言われてんねんけれども、個人的には過小評価されてる選手の一人で、試合見ててもね、やっぱブロックもしっかり飛んだりとか、相手のある意味センターとかね、場合によってはマッチアップできる。幅広いな。部分もあるんで、クズマをね、守備にもね、皆さんぜひ注目してもらいたいなと思ってます。見てくださいね。6人目。ジュリアス・ランドルもそうだね。ランドルです、うん、俺らもね、何回も取り上げてきたけども、シボトヘッドコーチが来たことで彼のディフェンス力大幅に飛躍しました。もともと良かったの、それともシボト来てもっと良くなった。もっと良くなった。彼のディフェンシブウィンシェアは今季 3.7 ですよ、うん、え ?3.7 嘘じゃない、ちゃんと嘘じゃない。 3.7 やばくない、これゴベアについてリーグ2位ですから。え、これやばいやん。 3.7 そう、オフェンスだけの選手じゃないんですよね。頭おかしいやつ。おかしいやろ。そしてディフェンシブリバウンド、つまりディフェンスだけのリバウンドも1試合平均 9.1 本。おお、ロドマンですか。で、これリーグ7番目の数字。すげえやん。そんなすごいんや。そうなんで、実はランドルって過小評価されてるって思いません？されてる。万能やん、うん、万能。なんか俺オフェンスのイメージやん。確かに今季 MIP 有力やと思うねんけど、俺 MVP でもいいぐらい。お前これ聞いたら入れてあげてもいいね、うん、でもむしろ最優秀ディフェンシブプレイヤーとってもいいぐらいなんや。なんでね、実はランドルもそのうちの一人です。7人目、クリス・ブーシェ。ブーシェちゃん211センチあって、ウィングスパン224センチもある。すげえ、もうこんぐらい飛べばダンク。そんなもんじゃん。そんなもんやんな。まあ、ひょろいねんけども腕がめちゃくちゃ長いと。みんな羨ましいな。そんな長い腕から繰り出されるブロックはもう一級品で、うん、彼はブロック今季ここまで 1.9 ブロック。お、素晴らしい。これリーグ5番目ですよ。ほほ。確かにラプターズはバーチとかね、ガリスバが来たことによってインサイドが補強されたこと多いねんけれども、それでもブーシェの貢献度はめちゃくちゃでかい。うわぁ、綺麗なブロックされてみたいな。取られんねやろな、もうブロックじゃん。そう、上からこう取られるよ。ちょっと今、怪我して出れてないっていうのはあんねんけども、未だ発展途上続いてるんで、これからブーシェがね、どんだけディフェンダーとしても活躍していくのかっていうのが要注目です。まあ、なんかフィジカルつけたらヤニスみたいになれるよね。いや、ほんとなれると思うよ。それ以外の一体。ああ、やばいわ。8人目デアンドレイトン。エイトンでーす。うん。まだまだ完璧でないし、これからやけれども、オフェンスだけと思いきや、まあ、守備で貢献した一人。がディアンドレイトン、彼のねディフェンシブウィンシェア今季実は 2.9。 おお、すごい。これも3試合分や。そう、リーグ9番目にいい数字で、ディフェンシブウィンシェアだけで比較すると実はドレイモンド・グリーンとかジョエル・エンビートよりもいい数字なの。エンビートより上なん。うん、へえー、そう思うと彼のセンターとの良さっていうのが分かっていただけるんじゃないでしょうか。見る目変わるね。うん、実際ディフェンシブリバウンドも1試合平均 7.3 本取ってて、これはリーグ14番目にそこそこいい数字。ええ感じです。うん、今季11年ぶりにプレーオフ進出サンズやけれども、ディアンドレイトンのやっぱ守備なくしてプレーオフには出れてないはずなんで、うん、これからどう彼がねより覚醒していくのかっていうところはより注目です。注目あるの。エイトンってユニフォーム姿90年代感あるよ。そうやね。だから俺ね、まあ、オラジュアンとちょっと似てる感じ。今言われて、今やっといろんな知識が溜まってきて、その言葉分かってる。分かる。動き機敏やしね、オラジュアンっぽい選手になれるポテンシャル全然あると思うよ。うん、9人目トバイアサリス。来
たきたきた。いや、トバヤサリスはね、今年そもそもオールスターに選ばれてもおかしくないぐらいパフォーマンス。オフェンスはもちろんやねんけど、ディフェンスはね、アイドル、エースとマッチアップして、うまく抑えることがやっぱ多かった。うん、ディフェンシブウィンシェアは彼も 2.7。みんなすごいね。うん。彼のディフェンスだけでもそれぐらい勝ててるってことやからね。これからプレーオフ、シクサーズ入ってくる中で、このね、うん、ハリスがどう相手を抑え込むかっていうのは、ファンとしては要注目です。お前ね、ここ、頑張って、お前。うん。ラスト!ナーレンズ・ノエル。ノエルさんなんや。もうノエルはね、俺ね、やっぱ一番過小評価されてる選手と言ってもいいんちゃうかなと。実際彼はブロック数に関しては1試合 2.2 ブロック。これリーグ3番目。すごいね。うん。で、ブロックの実は成功確率。もう、確率も出んの?そう、8.8% で、これ実は、リーグ1位のマイルズ・ターネンスで2番目。すごい、全部データ出すね、全部データ出る。やばー。で、ちなみに、マイルズ・ターナーのブロックの成功確率は 9% なんで、ほぼほぼ1位。ほぼほぼ1位。おー、すごいね、うん。しかも、ミッチェルが怪我してるんでね、スタメン入ってるけども、うん、ロールプレイヤーやん。そのロールプレイヤーが、リーグでほんと1番確率が高い選手って言っても過言ではない。ニックス2人とも入ってるやん。すごいよ。すごい。だそう思うと、ニックスの守備がやばいっていうのは分かってもらえるんじゃないでしょうか。せやから今、上位に入るな。そう。納得よね。そして気になる。彼のディフェンシブウィンシェア。おお、何本よ、これ。彼 3.1。すごいね。そしてね、これ、ジュリアス・ランドルについてリーグ3番目やから、ね。おー、すげえ。ニックスってディフェンシブウィンシェア2番、3番が揃ってるっていう。そう思うとやっぱめちゃめちゃ強いわ。いや、そう思うとすごいよね。そりゃそうやわって感じやわ。ロールプレイヤーがリーグ3番手で一番勝ちを重ねるって、ほんとすごいこと。ロールじゃないやん。ロールじゃない。もうスターよ。すごいね。え、だから、彼がやっぱゆくゆくね、もともとミッチェル・ロビンソンがね、うん、ディフェンシブプレイヤーオブザイヤー候補ですよ、みたいな言われてた。それもいるからね、戻ってきたら。何人いんの?それめちゃめちゃ強いや、今。いや、そう、だから本当にパトリック・ユーイングがいる時のようなニックスが今まさにリバイバルしてるて。おかえり。いや、本当に。ノエルはね、いろんなチーム渡り歩いて、うん、一時ダメとか言われてたけども、OKC 経験してるっていうのはこれめちゃくちゃ強いわけよ。OKC ってやっぱ、中にすごいな。いや、すごい、ね。すごい。いや、本当に若手選手の育成発射台みたいな。パシューン、パシューン。そうそう。行ってこい、行ってこい、みたいな。サンダーって感じじゃない?残ったドルトは頼むみたいな。俺は、やっぱノエルは一番過小評価されてる選手だと思います。以上10人ここまでね、守備で過小評価されてる選手をお届けしてきました。皆さんはどの選手が一番過小評価されてると思いますか？ぜひね、コメントでいろんな意見聞かせてください。お待ちしてます。そして最後に、おもこめ!おもこめ!今日のおもこめは何?今日ですね、一番 NBA 選手を輩した大学はどこだ?聖果大学でしたね。ちゃうわ。トップ5やらせていただきました。うん、あの回ね、まだの方はぜひ見てください。見てください。ローさん。おろ。6番目の歌が一番良かった。ないわ。ここじゃ。何番やん、それ。一個一個ね、シャック歌を作ってましたよ。クソしょうもない歌ばっかりよ。クソしょうもない。この歌もね、ぜひチェックしてみてください。こんな感じで、いろんなおもこめ、毎回取り上げてますんで、今後もいろんなコメントを寄せてください。コメントお待ちしてます。高評価ボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。また次回お会いしましょう。鉄壁のブロック。ノエルはやばい。